皆さんこんにちは、あなたの中堅ラッシーです。というわけでですね、ドラゴンクエストライバルズが、ついにですねリリースされまして、昨日はですねちょっと不安定な状態続いていたので、1日見送りまして、今日からですね始めていきたいなと思っております。イエーイ。いやー楽しみだな。どんな感じなのかな。もうねすぐね始めたいんですけど、ちょっとですねこの動画はですね、ラッシーさん今回はちょっと初見プレイということでチュートリアルちょっとだけやってみたいなと思っております。なのでですね、もうねやり込んでる人にはねちょっとつまんない内容かもしれませんが、これからね始めてみようかなと思っている方で、まだちょっと二の足を踏んでる方ね、どんな感じのゲームか雰囲気ちょっとつかめると思いますので、そういう方ね見ていただければと思います。で、昨日言ってた検証ね、どれぐらいお金課金したら、大体デッキがね組めるようになるのかみたいなところはこの後ねやっていきたいなと思ってますので、そちらをね楽しみにしている方は、次の動画かな、とかをね見ていただければと思います。それじゃあね早速やっていこう。お、始まった。アメリア、綺麗なお姉さんですね。後ろでエンゼルスライムが飛んでます。エンゼルスライムだっけこれね。あ、ラッシーさん、はじめまして、あなたをお待ちしてました。お、待たれてるよ。いやー僕も待ってました、プレイできるの。私の名前はアメリア、この世界であなたをご案内するナビゲーターです。ナビゲーターがいるんだね。私の遥か後ろにそびえる高い塔が見えますでしょうか。あ、後ろのやつですね。はいはい、世界中の木じゃないのこれ。違うんだ、あれは神様に選ばれし勇士だけが入場を許されるバルカドの塔だって。バルカド、バトルカードの略かなねぽいよね結構単純でした。あまたの冒険者が旅をし魔物と戦った記録、冒険の出た冒険の書と呼ばれるものを全て保管している神聖な場所なのです。なるほど、図書館みたいな感じなんですかね。あなたのようにあの塔へ招待された勇士は、それら冒険の書に記録された冒険者や魔物を呼び出すことができるんです。すごい、もともと能力者ということですね。みんな呼び出せるんだ、すごいね。召喚師、召喚師いないですけどね、ドラクエの中にはねそして、呼び出した仲間たちはこの不思議なカードを使うことであなたと共に戦ってくれます。やった、心強い、早く呼び出したい。世界中から集まったプレイヤーたちがカードを使ったバトルを繰り広げるライバルズの世界へようこそ。やった、来ましたよ、来ました、ついに来ました。さあラッシーさん、バルカドの塔でのカードバトルへご案内してよろしいですか。ぜひお願いします、早く行こう、早く行こう、ダッシュで行きましょう。アメリアさん、さすがラッシーさん、あなたのような勇気ある方を待っていました。いや照れるな、そんなこと言われたら、こんな美人にねえ、やべ DT がバレるカードバトルの世界へようこそ。来たよ、この世界にのルールに慣れていただくため、最初は私の方でお仲間をご用意。お仲間だって、戦士のデッキをどうぞ。やった、戦士のデッキゲット。あなたの最初のお相手は私が魔法使いのデッキで務めさせていただきます。だって戦士対魔法使いだ、いいね、夢のバトルですね。あなたがどんな戦い方をされるか今からワクワクします。いやー僕もワクワクしますよ。アメリアさん、どうですか今度お茶でもね。えさあこちらへ。あ、ちょっと聞いてる話さ あ始まった。テリーだ、テリー、かっこいい。あ、テリーとゼシカですね。わあ、こういう感じなんだ。まずバトルの基本的なルールからマスターしましょう。バトルはリーダーと30枚のデッキなのね、使って戦います。あなたの分身だと思ってください。あ、リーダーはあなたの分身ね。あなたのデッキのリーダーはテリーです。私のデッキのリーダーはゼシカです。バトルは、デッキから引いた手札を使って相手のリーダーの HP をゼロにできれば、これは普通ですね。7ポイントもあるんだ。あなたのターンの開始です。デッキからカード1枚引いて手札に加えてみましょう。きた、モーモン、かわゆいモーモンのユニットカード引きました。相手を攻撃するためには味方となるユニットが必要です。先ほど引いたユニットカードを、場に出してモーモンを召喚しましょう。おー、はい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 。あ、MP を消費して召喚するんだ。手札から場にカードを出すには召喚のためのエネルギー、マジックパワーが必要です。カードの左上に書かれている数字がそのカードを使うのに必要な MP コストです。モーモンのユニットカードは MP1 で召喚することができます。それでは、ユニットカードを場に出しましょう。はいはいはい。クリーチャーですよね、要は。これなんか前衛後衛関係ある。おー、出た！味方のユニットとしてモンモン召喚しました。場に召喚されたユニット、はいはい、召喚用意ですね。残りの MP もゼロになりましたので、できることがなくなったのでターン終了しましょう。はい、ターン終了。あ、ゼシカ来たよ。何出してくる。あ、スライム、ゼロなんだ。スライム、
ゼロマナ見せてやるぜ。よし行け、モモ、あなたのターンが待ってきました。カード1枚引いて手札加えます。うん、あ、リザードマンかっこいいじゃん。ターンが進んだら使える MP の量が最初より増えて、はい、これは分かってますね。ターンごとにまあ増えていくやつですね。はいはいはい。さあ、先ほど召喚されたモンモンが行動できるようになりました。バトルしてみましょう。赤が攻撃力、緑が HP ですね。はい、了解です。ユニット同士のバトルではお互いがダメージを受けるので、あ、そうなんだ、あ、そうだよ、そうだよね、それそうだよ。緑に光っている味方ユニットは行動することができます。それではモンモンでスライムとバトルしてみましょう。スライドですか。はい、お強いモンモン、見事です。モンモンでスライムを倒しました。 MP がまだ残っているので次は、あ、リザードマン召喚できる。使えるカードは緑色に光っています。リザードマンを召喚、 OK、 来た。かっこいいな、リザードマン召喚しました。そうですね、召喚用しているんですね。これで様子見だね。あ、喋ったね。これで様子見だね。テリーこんな声だった。私のターンで、あ、相手もリザードマン出してきましたよ。俺のターン、さあどうするかってとこですね。最大 MP が1増えてカードを1枚手札に加えます。きた。あ、早ぶさ切り。ユニット1体に1ダメージを2回与える、つまり2点ダメージが与えられるってことですね。カードにはユニットカードの他に、あ、特技もあんだ。特技と武器カードがありますので、あ、じゃあ今のが特技か。で、あと武器カードが別にありますけどね。武器カードを使うとリーダーを、あ、リーダーを動かすことができます。先ほど引いた特技カードのはやぶさ切りを使ってみましょう。手札の特技カードをドラッグして狙いたい相手の上に置いてください。はい、あ、テリー、テリーはやぶさ切り使えるか。あ、すごい、倒しましたね。次に武器カードを使ってみましょう。武器カードはリーダーに武器を装備させるカードです。武器を装備するとリーダー自ら相手を攻撃することができる。あー、これはちょっと他のゲームとはね、他のこれ系のゲームとはちょっと違うところですね。相手を攻撃することができるようになります。鋼の剣を使ってみましょう。準備は整った。あ、テリーが武器を装備しました。武器を装備したリーダーはそのターンからすぐに行動することが、召喚用意しないよね。さあ、では、相手リーダーを攻撃してみましょう。オラートーン、あ、強い。テリーやりました。繰り返しになりますが、武器の特徴は装備してすぐに相手を攻撃できるところです。武器は装備しただけでは意味がありません。攻撃することを忘れ、なるほどね。はい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 。さあ、これで3種類のカードの使い方マスターされましたね。勝利まであと少しです。モーモンとリザードマンで攻撃して相手リーダーを倒しましょう。オッケーオッケー、勝った、そういうことね。おっしゃ、これでとどめだ。おっしゃ、倒した。そんな、あー、いいね、喋るのいいですね。やっぱりやった、あなたの勝ち。相手リーダーの HP0 にしたのでラッシーさんの勝利です。なるほどなるほど、わかったわかった。お疲れ様でした、ラッシーさん。ユニットを召喚して相手リーダーの HP をゼロにすることが戦いの基本です。基本ルールをマスターした勇士様にはより高度の戦い方をお教えします。さあ、こちらの扉から戦いの舞台へ参りましょう。おお、チュートリアルね、このまま続くんですね。なるほどなるほど、こういう感じなんだ、わかりました。ちょっとね、ここから先は皆さんもですね、実際にやってみてくださいということでですね、まあ、ちょっと、なんだろう、初見プレイね、こんな感じで、締めたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございます。いやー、楽しみですね。ラッシーさんもガンガンね、レベル上げていきたいと思いますので、ぜひね、あったらよろしくお願いしますということで、今日はこの辺にしましょう。最後まで見てくれてありがとう。それじゃあ今日はこの辺でまた見てね。バイバイ。